腹ペコまーちゃん。ということで、前回は食べさせないを選んだんで、今回は食べさせるを選んでみましょう。あゆみさん、自分の彼女を食べさせるっていう選択をしてみましょう。あー、いくぞ。あー、ありがとう。とってもとっても嬉しい。早速持ってきてくれたら嬉しいな。あ、ちゃんと生きたまま持ってきてね。いや、生きたままかじりつくつもりでしょ、あなた。死んだのもう、死んだのじゃもう嫌だもん。お願いだよ。この方が、あゆみさん？うん。とうとう決めたんだね。何を？辛い決断だって分かってる。いや、さっきというか前回の流れからして、妹さんを殺すっていうのを嘘ついて、あゆみさん連れてきてるんじゃないのかな、これ。ねえ。ねえ。そうだよね。でもあの子を救ってあげられるのはあなただけだもの。感染者処分法？なんじゃそら。本当に残酷だよね。家族じゃないとダメなんて。人肉食べたくなっちゃう系の感染症にかかった人は家族が殺すみたいなルールがあるのかな？え？まーちゃん？死んだんじゃ。ちゃんと殺したって。あなた、私のこと、騙したの？あ、はい、そうです。はい。ちゃんと持ってきてくれたんだね。とっても新鮮で美味しそう。美味しそうではないんじゃないかな。やめようぜ。お兄ちゃん大好き。早く食べたい。早くあゆみさん食べたい。おー、いやー、こっから起こる悲惨な状況というか、なんというか、やめようぜ、やめようぜ。ねえ、どういうこと？キャン、何を？いやー、捕まってる、あゆみさんが捕まってる、今ならまだ間に合うぞ、やめよう、やめよう。とっても美味しそうだね。どこから食べようかな？どこが美味しいと思う？うん、最初は足を食べちゃおう。あゆみさんの足とっても綺麗だもんね。新鮮だからとっても美味しいよね。よだれが出てきちゃった。てへ。ここから出して。いや、そらそうだよな。お願い。今すぐ出して。聞いてるの？ねえ、聞いてるの？こんなの。いや、食べられるなんて。お願い。助けて。何でもするから。助けて。いや、あー、やばい。なんちゅうもんを持っとるんや。まーちゃん、なんちゅうもんを持っとるんや。それじゃあ足を切るね。よいし、ちゃんと足を縛って。うわー、やめて。いや、痛いかもしれないけど我慢してね。あ、やめ、助け、いや、あゆみさんの足とっても美味しいよ。今まで食べた中で一番美味しい。人のお肉ってこんなに美味しいんだね。もっともっと食べたくなっちゃう。お兄ちゃんも食べる？遠慮しなくてもいいのに。いや、遠慮します。大丈夫です。お兄ちゃんって優しい。大好き。お兄ちゃんの分もあゆみさんを大事に食べるね。食べきった。お兄ちゃん。まーちゃん、おじいちゃん食べたい。みおちゃん食べたい。赤ちゃん食べたい。やべえ。お父さん食べたい。やばい。校長先生食べたい。おじさんは別にいいかな。お隣さん食べたい。おばあちゃん食べたい。食べたい。いっぱい食べたい。お腹すいた。とってもとってもお腹すいた。もっともっと食べたい。人肉の味を覚えてしもうた。
ねえお兄ちゃん、まーちゃん、お兄ちゃんが食べたい。やめよう、やめよう。本当にお兄ちゃん食べていいんだね。何をするつもりですか、何をするつもりですか。やめてくださいよ。ありがとう、お兄ちゃん大好き。大事に大事に食べるね。それじゃあいただきます。あーあー、ついにはお兄ちゃんが食べられてしまいましたね。はい、いや、あかんて、人肉の味覚えたらあかんて。ね、なんか回想モードでこう、なんだっけ、次回作の何かが見れるということで、それを見て終わりにしましょうか。次回作のなんだろう、これかな、これだこれだ、アベコベリーちゃんの冒頭を見ますか。はい、冒頭見ましょう。制作途中なのでいろいろと変わる可能性があります。わかりました、見る。はじめまして、君が私の、うん、わかった、私の名前。みんなからはリーちゃんって、うん、そう呼んでくれると嬉しいかな、かわいい。これどこだろうね、なんかお部屋の構造がさ、このカーテンの裏がもしかしたらお手洗いとかじゃないんすか。これあのよくある牢屋とかの作りではないんすか。気のせいかなね。いや、カーテンの裏はなんかめっちゃ可愛い感じの、あの乙女グッズが並んでるみたいな感じがいいな。牢屋じゃないことを祈ろうかな、これな。そのよろしくお願いします。好きな食べ物？ね、ハヤシライスとか、おうおう、美味しいよね。好き。シュークリームみたいな甘いの好き。それも美味しいよね。でもね、辛いのとか苦いのは苦手。おう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 。好きなのはね、本を読むこと。うん、本好き。ファンタジーがね、一番好き。君も？そうなんだね。すごく嬉しい。あとね、お話するの好き。意外？うん、よく言われる。でも好き。だからね、君ともたくさんおしゃべりしたい。めっちゃ可愛いね、めっちゃ可愛いね。体験版は以上です。なるほど。でもね、本当にね、この作りがね、この作りが本当に牢屋の作りな気がするんよ。こうベッドあって、トイレあって、洗面所あるみたいなね、ね、あの一つの部屋で全部完結するようになってるみたいな、シャワーはないみたいなね。もうそんな気がしてならんのやけど、大丈夫ですかこれ。はい、腹ペコまーちゃん以上でございます。それとアベコベイ何ちゃんだっけ、新作の体験版も以上でございます。またね、新作が出てたら、もうだいぶこのゲームが出てからだいぶ経ってるから出てるのかな、どうなんだろうな。出てたら次やりたいね。じゃあ次機会があればやらせていただこうと思います。ということで、今回はこれでおしまいです。バイバーイ。